玩具太宰をむどうにかなる。どうにかなろうと、一日一日を迎えて、そのまま送っていって、暮れしているのであるが、それでも、何としても、どうにもならなくなってしまう場合がある。そんな場合になってしまうと、私は、糸の切れた紙だこのように、ふわふわ聖火へ吹き戻される。普段着のまま帽子もかぶらず、東京から、200里は、慣れた聖火の玄関へ懐出して、静かに入るのである。 両親の居間の襖をするする開けて、敷居の上に貯蔵すると、虫眼鏡で、新聞の政治面を低く音読している父も、その傍らで裁縫をしている母も、顔つきを変えて立ち上がる。時によっては、母はひいという剣法を引き裂くような叫びを上げる。しばらく、私の姿を見つめているうちに、私にはニキビもあり、足もあり、幽霊でないということが分かって、父は憤怒の鬼と化し、母は泣き伏す。元より、私は、 東京を離れた瞬間から死んだふりをしているのである。どのような悪魔を父から受けても、どのような愛想を母から受けても、私はただ不可解な微笑でもって応ずるだけなのである。針のむしろに座った思いと、よく人は言うけれども、私は運務のむしろに座った思いで、ただぼんやりしているのである。今年の夏も同じことであった。私には300円、掛け値なしには275円、それだけが必要であったのである。 私は貧乏が嫌いなのである。生きている限りは、人にご馳走をし、だてな着物を着ていたいのである。聖花には、50円と現金がない。それも知っている。けれども、私は、聖花の土蔵のおくみになお、二三十個の宝物のあることをも知っている。私はそれを盗むのである。私は、すでに、三度、盗みを繰り返し、今年の夏で四度目である。ここまでの文章には、 私は揺るがぬ自負を持つ。困ったのは、ここからの私の姿勢である。私は、この玩具という題目の小説において、姿勢の完璧を示そうか、情念の模範を示そうか。けれども、私は、抽象的なものの言い方を与う限り、ギリギリに慎まなければいけない。なんとも、果てしがつかないからである。一言と理屈を言い出したら、最後、後から後から、まだまだと前言を追いかけていって、とうとう千万言の注釈。 そうして、後に残るものは、頭痛と発熱と、ああ、バカなことを言ったという辞席。続いて、噴火目に落ちて溺死したいという発作。私を信じなさい。私は、今、こんな小説を書こうと思っているのである。私という一人の男がいて、それがある何でもない方法によって、己の3歳2歳1歳の時の記憶を蘇らす。私は、その男の3歳2歳1歳の思い出を叙述するのであるが、 これは必ずしも怪奇小説でない。赤子の難解に、多少の経を覚え、こいつを一つと思って、原稿用紙を広げただけのことである。それゆえ、この小説の造夫といえば、ある一人の男の3歳、2歳、1歳の思い出なのである。その世のことは書かずともよい。思い出せば、私が3つの時というような書き出しから、だらだらと思い出話を書き綴っていって、2歳、1歳、姉妹には、己の誕生の時の思い出を除述し、それから、 おもむろに筆を置いいたら、それで良いのでのある。けれどもここに姿勢の完璧を示そうか情念の模範を示そうかという問題が既に起こっている姿勢の完璧というのは手札のことである相手を透かしたりなだめたりもちろんちょいちょい脅したりしながら話を進めああよい頃おいだなと見て取ったなら何かしら意味深げな一言とともにふっと斧が姿をかき消すいや全くかき消してしまうわけではない 素早く、障子の影に身を潜めてみるだけなのである。やがて、障子の影から、無邪気な笑顔を表したときには、相手の体は、意のままになる状態にあるであろう。手札というのは、例えば、こんな後愛の術のことであって、一人の作家の真摯な精進の対象である。私もまた、そのような手札は嫌でなく、この赤子の思い出話に、一つ巧みな手札を用いようと企てたのである。ここらで、私は、 私の態度をはっきり決めてしまう必要がある私の嘘がそろそろ崩れかけてきたのを感じるからである。私は、姿勢の完璧からだんだん離れていっているように見せつけながら、いつまたそれに帰っていっても、怪我のないように、用心に用心を重ねながら筆を運んできたのである。書き出しの数項をそのまま消さずに置いたところから見ても、すぐに、それと察しがつくはずである。しかも、その数項を、揺るがぬ自負を持つなどという金色の鎖でもって、 読者の胸に結びつけておいたことは、これこそ、なかなかの手札でもあろう。事実、私は帰るつもりでいた。初めに少し書きかけておいたあのような一人の男が、どうして、己の3歳、2歳、1歳の時の記憶を取り戻そうと思い立ったか、どうして記憶を取り戻し得たか、なお、その記憶を取り戻したばかりに、男はどんな目にあったか、私は、それらをすべて用意していた。それらを、赤子の思い出話の後先に付け加えて、そうして、 知性の完璧と、常年の模範と、二つながら兼ね備えた物語を創作するつもりでいた。もはや私を警戒する必要はあるまい。私は書きたくないのである。書こうか。私の赤子の時の思い出だけでもよいのなら、一日にたった五十六行ずつ書いていってもよいのなら、君だけでも、丁寧に丁寧に読んでくれるというのなら。よし。いつなるともわからぬ、このヤクザな仕事の首都を祝い、君と二人でつつましく乾杯しよう。 仕事はそれからである私は生まれて初めて地べたに立った時のことを思います。雨上がりの青空、雨上がりの黒土、梅の花、あれはきっと裏庭である。女の柔らかい両手が私の体をそこまで運び出し、そうしてそっと私を地べたに立たせた。私は全く平気で二歩か三歩歩いた。出し抜けに私の視覚が。 地べたののの無限の前方への広がりり、を感じ取り私の両足の裏の触覚が地べたの無限の深さを感じ取り、さっと全身が凍りついて、尻もちついた。私は、火がついたように泣きわめいた。我慢できぬ空腹感。これらは全て嘘である。私は、ただ、雲の青空にかかっていた一筋のほのかな虹を覚えているだけである。物の名前というものは、それがふさわしい名前であるなら、よし聞かずとも、一人でに分かってくるものだ。 私は私の皮膚から聞いた。ぼんやり物性を見つめていると、その物性の言葉が私の肌をくすぐる。例えば、あざみ。悪い名前は何の反応もない。幾度聞いても、どうしても飲み込めなかった名前もある。例えば、人。私が二つの時の冬に一度狂った。あずき粒くらいの大きさの花火が両耳の奥底でパチパチはぜているような気がして、思わず。 左右の耳を両手で覆った。それきり耳が聞こえずなった。遠くを流れている水の音だけが時々聞こえた。涙が出て出て、やがて目玉がチカチカ痛み、次第に辺りの色が変わっていった。私は目に色ガラスのようなものでもかかったのかと思い、それを取り外そうとして、何度も何度もまぶたをつまんだ。私は誰かの懐の中にいて、いろりのムラを眺めていた。ムラはみるみる真っ黒になり、 海の底で、昆布の林が動いているような、期待なものに見えた。緑のホムラはリボンのようで、黄色いホムラは宮殿のようであった。けれども、私は、おしまいに牛乳のような、純白なホムラを見たとき、ほとんど我を忘却した。おや、この子はまたおしっこ。おしっこを食べるたんびに、この子はわなわな震える。誰かがそうつぶやいたのを覚えている。私は、こそがゆくなり胸が膨れた。それは、きっと、 帝王のの喜びを感じたのだ僕は確かだ。誰も知らない。軽蔑ではなかった。同じようなことが、二度あった。私は、時たま、玩具と言葉を交わした。木枯らしが強く吹いている夜更けであった。私は、枕元のだるまに尋ねた。だるま、寒くないか。だるまは答えた。寒くない。私は重ねて尋ねた。本当に寒くないか。 ダルマは答えた。寒くない。本当に。寒くない。そばに寝ている誰かが私たちを見て笑った。この子はだるまがお好きなようだ。いつまでも黙って、だるまを見ている。大人たちがみんな寝静まってしまうと、家中を四五十のネズミが駆け巡るのを私は知っている。たまには四十五匹の青大将が畳の上を這い回る。大人たちは祇園を立てて眠っているので。 この光景を知らないネズミや青大将が寝床の中にまでは行っていくのであるが大人たちは知らない私は夜いつも全く目を覚ましている昼間みんなの見ている前で少し眠る私は誰にも知られずに狂いやがて誰にも知られずに治っていたそれよりもまだ小さかった頃のこと麦畑の麦の穂のうねりを見る旅ごとに思います私は 麦畑の底の2匹の底匹馬を見つめていた赤い馬と黒い馬、確かに務めていた。私は力を感じたので、その2匹の馬が、私を、すぐ身近に放置して、きっぱりと問題外にしている武隷に対し、不満を覚える余裕さえなかった。もう1匹の赤い馬を見た。あるいは同じ馬であったかもしれぬ。張り仕事をしていたようであった。しばらくしては立ち上がり、はたはたと着物の前を叩くのだ。 糸くずを払い落とすたためであったかもしれぬ。体をくねらせて、私の片方へ縫い針を突き刺した。坊や、痛いか。痛いか。私には痛かった。私の祖母が死んだのは、こうして、様々に指折り数えながら計算してみると、私の生後8ヶ月目の頃のことである。この時の思い出だけは、霞が三角形の裂け目を作って、そこから白昼の透明な空が、大事な肌を覗かせているように。 そんな塩梅にはっきりしている。祖母は顔も体も小さかった。髪の形も小さかった。マ粒ほどの桜の花びらをいっぱいに散らしたちりめんの着物を着ていた。私は祖母に抱かれ、香料の爽やかな匂いに酔いながら、上空のカラスの喧嘩を眺めていた。祖母は、穴や、と叫んで、私を畳の上に投げ飛ばした。転げ落ちながら、私は祖母の顔を見つめていた。祖母は、 下顎を激しく震わせ、二度も三度も真っ白い歯を打ち鳴らした。やがて、コロリと仰向きに寝転がった。大勢の人たちは、祖母の周りにかせつどい、一斉に鈴虫みたいな細い声を出して泣き始めた。私は、祖母と並んで寝転がりながら、死人の顔を黙って見ていた。茂の弦に変えて、月、第三水準1の91の26、かけた祖母の白い顔の、額の両端から、小さい波がチリチリと起こり、顔一面に。 その皮膚の波が広がり、みるみる、祖母の顔をしわだらけにしてしまった。一足に、シワはにわかに生き、動く。動き続けた。シワの命。それだけの文章。そろそろと耐え難い悪臭が、祖母の懐の奥から入れた。今も、なお、私の耳たぶをくすぐる祖母の子守か。狐の嫁入り、婿さんいない。その世の言葉はなくもがな。未完。ガング、後書き。 太宰治所治玩具魚腹器地球図猿ヶ島目倉増子皮膚と心キリギリス地区剣団玩具から目倉増子に至る五編は私の第一創作集晩年から選び出した作品であるサンボリズムの二本比が強いように思われる缶頭の玩具などは三分子とでも言うべきもののように思われる目倉増子は書いている時には実に悲しい気持ちであったが今読むと ユーモラスな箇所がしょうくない。悲痛も、どうこすと、滑稽な姿にアウフヘーベンするものらしい。晩年の初版は、昭和11年に、砂小屋書房というところから出版せられた。今から10年前である。後に祝刷版も上司せられた。皮膚と心は、昭和14年に書いた。私は、男のくせに、がんの吹き出物をひどく気にするたちだったので、こんな作品を思いついた。築剣団も、 いくらか皮膚病いやの小説みたいなところもあるが甲府では私は本当に野良犬どもにノウマされた初めは大真面目でこの鬱憤を晴らすつもりで取り掛かってたのだが書いているうちに滑稽になってしまった慨のまたるをこすと滑稽に使用するものらしい書き継いへて読み返してみたらまるでもう滑稽物語になってしまっていたのでこれは当時のユーモア小説の春祭今右平君に捧げることにしたのである 皮膚と心と心同年の策である。キリギリスは昭和15年の秋に書いた。この頃、少し私によさむ乳があった。1000円近い金まとまって、乳つたのではなかったかと思う。そんな経験は、私に、とっては、初めてで、あったので、非常に不安であった。結局、それは、すぐに使いつてしまったけれども、しかし、自分も、こんなことでは、 いわゆる現行承人になってしまうのではあるないかと、心配のあまり、つまり、実会の意味で、こんな小説を書いてみた。この小説発表のあとで、あれは、分断の流行作家何ニを攻撃したものだ、などという、噂も起こったや売れあったが、私は、そんな何ニなどを相手になどしてやしない。私の心の中の俗物根性を戒めただけのことなのである。昭和21年正月。